ガブリエル・マリコとジャン・ガブリエル・プロスペル・マリは、フランスの指揮者、作曲家。よく知られる小曲、金婚式の作者である。パリ音楽院に学び、はじめ、ピアノ奏者、ティンパニ奏者として活動し、1881年から1887年、コンセール・ラムルーの合唱指揮者を務めた。リヒャル・ト・ワーグナーに傾倒し、バイロイトにも行き、1887年5月3日、 シャルル・ラムルーがパリで初めてローエン・グリンを上演した時はその合唱を指揮した。1887年から1894年まで国民音楽協会の演奏会を指揮した。この協会はフランスの音楽を振興し若手作曲家に作品発表の機会を与えるため、1871年にサン・サーンスらの主導で設立され、 1886年からは、セザール・フランクが、1890年からは、バンサン・ダンディが会長であった。1891年からは、トロカデ・ログーのオルガン演奏会の指揮もした。トロカデ・ログーは、1878年のパリ万博に、際して、現在のシャイオグーのある場所に建築され、そのコンサートホールに大きなオルガンが設置されたのである。 1894年から1902年まで、ボルドーの聖セ,セシリア教会還元楽団を指揮した。1902年に、マルセイユへ移り住み、シーズン中はそこで、バカンスの時期は、保養地のビシーのカジノで指揮し、1912年に引退した。1928年8月、ピレネーのプッチサルダーで突然隠しした。76歳。死後の1930年。 評論集、音楽のために、がパリで出版された。なお、息子のジャンガブリエル・マリも作曲家であった。他に、次の録音あるいは、楽譜商品の記事がウェブ上にある。いろいろなウェブ情報のほか、ありがとうございます。